外国人観光客にも人気がある築地市場のマグロ卸売場の見学者エリアが今日から1ヶ月余り閉鎖されることになりました。築地市場には見学者エリアを閉鎖することを知らせる看板が取り付けられました。マグロ卸売場の見学者エリアはこれから年末年始の繁忙期にあたることから5年前から毎年この時期閉鎖されています。築地市場によりますと、年末年始はマグロの取扱量などがとても増えるので市場の中が混雑する。見学者の安全確保や運搬作業などにも支障が出るので一時的に閉鎖したと説明しています。閉鎖期間は来年1月18日土曜日までで、その2日後の20日から見学が再開される予定です。仲卸売場や飲食店が立ち並ぶ魚河岸横丁はこれまで通り一般に開放されています。